堀江門こと実業家の堀江貴文氏が21日までに YouTube チャンネルを更新ダブル不倫騒動家中にある女優広末涼子らへのバッシングに疑問を呈し結婚と不倫に関する持論を展開した堀江氏は広末と人気シェフ鳥羽周作氏の不倫に対するバッシングについて何でここぞとばかりに不倫を叩くんだろうなと首をかしげ そもそも僕の周りで結婚している人で不倫していない人ってあんまり見たことがないみんななんで離婚しないのかなって思っちゃうくらい不倫してますよねと言及した社会問題である少子高齢化の原因は一夫一妻制の家族制度にあるとの試験を述べた上で ある程度、自由恋愛にして社会で子供育てるみたいな感じにすると少子化問題も解決されるんじゃないか、あんまり好きじゃなくなった旦那とかとずっと一緒にいなくちゃいけないと思うと嫌だし、家族がかわいそうだ、子供がかわいそうだなんて話をしたりするけど、社会全体で育てる。 両親が離婚しても関係ないっていう風な社会の雰囲気になってしまえば別に離婚したって子供がかわいそうだとかそういう問題もなくなるわけじゃないですかと持論を展開した自身も離婚を経験していることから好きで亡くなった夫婦生活を続けるほど辛いことはないですよと堀江氏だからなんであんなに広末涼子の不倫を叩くんだろう 不倫をされた相手がかわいそうだとか言うんだけどそれはお前が好かれなくなったんだから諦めろよなんでそんな未練たらしい浮気されました会見なんて開くのかな逆に男らしくないなって思っちゃうと広末の夫でアーティストのキャンドルじゅが開いた会見に対する感想も述べ 不倫とかしなければいけないような社会制度そのものをそろそろリセットした方がいいんじゃないかと提案した以下はネチズンのコメントをまとめたものです堀江氏は立花隆さんやガーシーを使って三木谷さんを攻撃してるようにしか見えない自分も嬉しそうに楽天の悪行を言いながら動画解説してるし彼の人間性は歪んでると思う それに比べたら個人で会見段取りして終始たどたどしく荒い息遣いで会見したキャンドル氏の言葉は響いた。料理は心で作るもの。鳥羽氏と堀江氏が友人なのも納得した。鳥羽氏のような人間性の人が作った料理など食べたくもない。味以前の問題。堀江氏は論外だし的外れ。楽天へのやっかみも見るに堪えない。社会で子供を育てる。 というけれど婚姻でない恋愛で好きなように子供を作ったとして養育費は誰が出すのかなその父親がちゃんと出すのでしょうかまたは税金で賄う DNA で父親と判明してもきちんとした法整備や制度のくくりがないと責任取る男がどれだけいますかね結局男箸を巻くだけ巻いて子育ての苦労やお金のこと 男は逃げ女性が全部尻拭いというパターンが多そう子供育てた人はわかるだろうけど人一人育てるのに多額のお金と途方もない労力が必要女性一人ではとても担いきれないほどの結婚の枠内で子供を儲けるというのは女性が安心して子供を産みパートナーと協力して安定した生活を子に与え 健全に育むための、の社会の基盤でもあります。法律や制度というのは人の命や生活を守るために存在するものでもありますね。結婚という制度もそういう面があると思います。真剣のこと考えてどうしても子供と離れたくないなら未練も何もあのように煮え湯を飲むという行動にも理屈は通ると思う。 本当にこの人は自分の立場でしかものを考えられないというか心ないことしか言わないね想像力がないんじゃなくて他人の気持ちをおもんばかることなんか無駄だって思ってると思うだからとんでもなく頭がよくて先を見通す力も行動力もあるのにいまいち認められなくて好かれなくて事業や金の匂いで近寄る人が多くて余計にふてくされていくんだと思う 子供を守るのにその子供の母親のことをあれだけ暴露するのは違うと思うキャンドルさんは自分だけを守りたいだけのように思えました子供のことを本当に考えるならあんなことはしない方がいい子供の友達も親も先生も見てしまうことを考えたらあんな話はしない方がいいと思うしあんなカッコ耳や姿勢含む出てない方がいい。 自分のことを分かってもらいたいとしか思えない堀江さんは勉強ができる賢い人なんだと思うだから私も YouTube の堀江さんの動画を見て納得できる部分も多いただ自分以外の他人の気持ちの考察になると見当違いなんじゃないかと思うことがある これは堀江さんが相手の気持ちになって考える能力が著しく低いことが原因だと思う経済と人の心では理解するために求められる能力が全く違うものなんだなと考えさせられました何気に眉毛つながってるシェフが嬉しすぎて知り合いに送ったラブレターの内容が表に出たとか 眉毛が自分で他人を装って表に出したのかジュン・純キャンドルがやってないって言ってるのが本当ならホリエモンさん旦那の仕業と決めつけてるけどそれは知り合いをかばってるとしか思えないキャンドル淳氏は間違いなく被害者側だと思うし冷静な会見だったし新事実とか把握してるならともかくこれを叩く芸能人は逆張りとしか思えない ずっとマスコミに自分や子供が追いかけられるよりしっかりと会見を開く芸能人でもなく事務所のバックアップもない中で真っ当な対応だったと感じたけどね不倫や離婚を異常に取り上げるマスメディアもおかしいと思うし朝から毎日うんざりする個人や事務所スポンサーでケンケンガクやればよいキャンドルさんも 結婚生活はは無理だと分かっているはず。自分の子供がいるのに精神が崩れてしまう広末さんに任せるのも不安はあるはず広末さんシェフは恋愛をしているだけ恋愛と結婚は違う結婚は一緒に生活をすること広末さんの性格で生活となれば何年間したら破綻するはず子供が傷つくのはキャンドルさんとしては我慢できないと思う 人間も野生動物に回帰せよっていうことかな不倫批判や一夫一妻制に疑問を持つのは個人の自由だけど、だからといってキャンドル氏を批判するのはちょっと違うと思う。キャンドル氏の会見は見る人の主観で賛否分かれるだろうけど、少なくても子供を守りたい一心でやってるのは伝わってきた。 とりあえずテレビが広末さんのことをほぼ報じなくなったのはキャンドル氏が会見した成果だと思う女性と男性では裏切られたダメージがいろいろな部分で違ってきそうですよね結構少なくなってきたとはいえまだまだ専業主婦やパートタイマーで扶養内で働いてる方々は多くそういう方々はある意味鎖でつながれてるとも言えますよねだって 配偶者に養ってもらわななないと、生活がができなくなる可能性が高いので。そこに子供なんかがいれば余計に今の生活を守るために自ら不倫して子供の生活を壊すわけにもいかないので心傾きそうな出会いがあっても必死に我慢してるって感じですかねまあそのあたりも堀江さんからしたら「稼げる能力がないお前が悪い」で一周なんでしょうけど。 確かに新ママ新パパとなっても子供が不利益をかぶらなくて済むようになる社会は素晴らしいと思います社会全体で子供を育てようというのは今の日本の喫緊の課題でもありますでもそれと不倫を抱き合わせで語るのは違うのではないでしょうかパートナーに対して嫌気がさして誰かを好きになって体の関係を持つなら先に離婚をしないと。 あくまでも順番の問題かとそれをすっ飛ばして無秩序に子供を生む社会になると今よりももっと不幸な子供が増えるだけではないでしょうか。本末転倒です